団長の中でマリンに対しての本当に依存というか、なんかさ、おこうムードメーカーなような、マリンがめちゃくちゃムードメーカーで、それこそさ、いやもちろんみんなとねいる時もこう話は弾むけど、なんかマリンがいたら、例えばそのそれこそライブに関わってる人とかもね、結構やっぱみんなほとんど初めてだからさ、そうなった時にやっぱマリンとかがいてくれるとマジでね心強いんだよな。なんだっけか。でペコラッチョも緊張しいだからさ、でフレアはね、フレアはめっちゃな気さく、フレアはマリン寄りだね、めちゃくちゃ気さくで、でルシアもあのなんか人見知りって言ってるけど、でもルシアもルシアでさ、すごいね、なんか例えばその女の子とかにも普通に可愛いとか言って、なんかすごい距離のつあのなんだろう縮め方がめちゃくちゃあの可愛くて、そうそんな感じで、ペコラッチョは緊張ペコラッチョはでもペコラッチョと団長は人見知りで、まあみんな多分想像つくと思うけど、人見知りです。そうペコラッチョと団長は人見知りだからね、ドキドキしてます